お疲れ様です今帰宅しました。えーと、今日はですね、2019年の3月の12日、3月の12日です。えー、夜中、夜中っていうか夜の21時、21時42分です。お疲れ様です。お疲れ様です。うわー、疲れた。疲れました。初見さんいらっしゃい。 あいいぐささんんらっしゃい金魚姫さんちょっとねあのー、昨日8時間ぐらいやって仕事行って今帰ってきた段階なんでもう多分何時間ぐらい起きてるんだろう多分なんか30時間ぐらい起きてると思うんで酒飲んで寝るんで短い枠ですよいスす帰宅したちょっと手洗ってくるわ今帰ったところ ああただいまです。さらってきたらめっちゃ大手でびっくりして手が震えてます。全然大手じゃないですよ。全然大手じゃないです。はい。ということで、えー、今、帰ってきました。30時間、そうだね、昨日8時間、まあ、な,なんだかんだ、起きたから飯買ったり、シャワー浴びたりして、8時間くらいやってた、10時間くらいやってた。で、その後朝、仕事に行って、今帰ってきて、 さすがに今日は酒だと思って珍しく飲みますよ珍しい和動が見れますよあいつぐさんねぜひあの気に入ったらあのなんだろうフォローしていってくれると嬉しいですツイッターとかもやってるんで仕事しながらの配信は大変ですな大変ですなえっとね今日はねトリスのハイボールとえっと石野浩介が好きだった 朝日スースーパちょっと今日の枠多分1時間以内に終わると思うんでがっつりコメント書いて絡んでいただけると嬉しいですそれじゃあ皆さんああっあんあやちっあああ,あんたたち行くわよケビあざますえい、ー、ああうまいね今日は疲れたよああうまいなビール今日は え皆さんもねお仕事上がりだと思うんで飲んでください何だ仕事現場現場カキピーあるじゃんナイス飯もいいやと思ってたけどカキピーあんだよナイスあ酒がうめえよ酒がうめえ ああ酒がうまいね。ああああコンティニーコイン、あのー、無料分持ってる人いたらお願いします。酒札珍しいね、うん。大変だよ。大変。最近配信少ないよ。全然。全然できてないよ。本当に。あ、インスタフォローありがとう。ありがとう、ありがとう。 うん、今年のやつ酒飲んでないんだ。うんまあ、酒は飲めば飲むほど寿命縮まれるね、飲み物だからな、うん。キャスもやってますね。はいうまい、まああの。きつなくやってる時は同時配信だと思ってください。うん、インスタアウトであ,のあいつぐさんフォローバックしておきます。 よろしくお願いしますあれだうまいよろしくです、うん、映画の打ちとかで何度か飲んだカキピートビールうまいねうん ナッツさんお茶箱ありがとうナイスコンテンコインありがとうナイスありがとうございますありがとうござさんいらっしゃいお茶箱ありがとうありがとうね <laughs> 今ねこれは梅だねあのねマヨネーズシミマヨネーズが一番うまいね 次梅。あの今日わさびもあるのか。仕事って言っても、たまに現場入らせてもらってるんだよ。たまに行ってるよ。もう何ヶ月ぐらい前からかな。四ヶ月ぐらい前、三ヶ月、四ヶ月ぐらい前から。あの現場に入れてもらってるの。ありがたいやん本当に。 食べ方かわいいありがとうそうやって裏切るようなクソみてえのさ配信外で会いましょうとかいう変な業者とかもいっぱいいるし騙してくれるやついっぱいいるけど支えてくれる人もいるんだよへ <laughs> えー、石原さとみさんいいね綺麗だったええー、すげえ 社会人大変俺社会人だと思ってないけどね自分のことほんで行こうよありがとうハナキーさんいつもありがとうねうまい億万長者無理だろ、うん、花火が花火が1枠で全然上がんないの、ね、億万長者どうやってなんだよもういいよ金の話は拓ヤさんありがとううんすっごい綺麗だよまあそうだろうね 日本を代表する女優だしね。お茶バカありがとう。コンティニーコインもよろしくお願いします。コンティニーコインもぜひください。<laughs> 営業をやるつもりはないな、なんか。あ、プロフィール欄読んどいてよ。16号さん。プロフィール欄読んだら意味わかるよ。うん。クラッカーありがとう、あつきさん。 ビール最初の一杯だけだなヨっコさんありがとうコンビィコインうん珍しいねいや今日は飲もうと思って疲れたから寝酒寝酒もうぐっすり眠りたくてこれで不眠症出たら本当に倒れると思ったから寝酒だよ、うん、いやー無理だよ、うん、無理無理 だったけどなんだよ。だったけどなんだよ18をもやもやすんなよ。言いたいこと言えよ。なんだよ。だったけどなんだよ。流れるよ。青色のコメントで。ツイキャスで手挙げて。ツイキャスでワードツーとか書いてよ。流れる流れる。 何年前のこと言ってんだよ詐欺師なんかしねえよいやさっきじゃ俺経験足してねえんだからマジ、まあ、ルボンこんばんは気分悪いから詐欺師だと思ってんなら他行ってくれよめんどくせえからあ,ーありがとうありがとう花火ありがとう22号さんから花火いただきましたドンチキー一発目ありがとうございますありがとう22号さんツイキャス行ったらねツイキャスでもやってるから 荒れてないよツイキャスはもしよかったらツイキャス見てみてありがとう24号さん最高2発目ありがとうドンチキーいいねいいね可愛い子ちゃんからもらう花火いいなおい仕事上がりでいい女から金もらっちゃってよツイキャスもやってるからうん捕まったから事実だよ めんどくせえはもう何年も配信始める前の話をほじくり返されてんめんどくさいめんどくさいポートフォリオっていうのは作品のことだね作品のなんて言うんだろうな作品集みたいな会社とかに自分のアーティストとか就職するときにあのこういう作品まで作ってきましたみたいなそれをポートフォリオっていう 作品集みたいなもんじゃないクラッカーありがとう、うん、いや嬉しいね、うん、もうもうめんどくせえよ仕事上がりでもう詐欺の話とかも雑談たぬきでもいけよありがとうありがとう27号さん花火ありがとうドンツキありがとうございますいいね景気いいね今日は だったら他行けよ、だったら。だったら他行けよ。はい、28号さん、ブロックです。はい、28号さん。連投 NG ですよ、ブロックです。連投 NG です、うちは。はい、ブロックです。はい、ブロックしました。何回言ってもわかんないな。何回言ってもわかんねえんだな、バカだから。連投はブロックです。うん 連投はすぐブロックですね。あの、プロフィールを見てください。プロフィール。うん。これ、自作だかんね。今日花火ありがたいね。うれしいね。うれし,しい、うれしい。 はい、わだつ。はい、わだつ。俺は子供いないよ。子供いない。うん、子供いないよ。いるわけないな、ね。プロフィール。おお、いやいや、ふわつのプロフィールだね。 またかよ連投うぜえなはいブロックですうるせえなもうコメント荒らすなよはい、はい、ブロックですうんあふわっちっていうサイトがあるのねうんうん何な,なんだろうね何をしくでやってんだろうね全然意味わかんないよね 気になカキピーだよ柿ピーの梅うんカキピーの梅ですねブルーだよブルー今黒じゃないブルーだよ真っ青だよ俺今ブルーですまあ暗く暗いところはそう見えるよ、ね、青ですね 若く見える。うん、はいどうもこんばんは。皆さんも飲んでください。KP。うまい。ドラム叩いてないね最近。叩きに行きたいよね、うん。シーマイオネーズが一番うまいよ。みんなも飲んでね。お、うん、母さん大好き、えー。彼女になってくれないの。みんな大好きってコメントでは言ってくれるんだけど、彼女になりたいって言ってくれないんだよね。 うん、彼女になってよ赤一番似合ってるなんかブルーも新鮮で生まれて初めてブルーにしたんだけど結構思ってたよりも変じゃなくて気に入ってるかなケビーケビーお疲れケビーエピ酒雑珍しいうん <laughs> 酔ったところあんまり変わんないんじゃないかなうん ありがとう !KP ありがとう !15 号さん。誰誰誰 ?50 個もくれたじゃん。じゃ、確認します。誰だろうアイテムくれた。きっと、アイテム、俺と、俺とリスナーさんの秘密だから。ああいつもありがとういつもありがとう嬉しいっす。ありがとうございます。緑とかも似合いそうかな。緑は昔やってたな。うんうん 緑は昔やってたな飲んだ時キレゲーとか別にやんないけどな、うん、彼女になったの,のりこに俺のりこに振られたんだけどのりこがもうこの家来ないっつったんだけどなんで恨まれないといけないの,うのんちゃんに俺捨てられたんだけど久下太郎さんいつもありがとうあ,あうまい バイキンマンみたいだろうバイキンマンマみたいなあ疲れたな今日は楽しかったいやーコメント控えなくていいよ全然全然普通に書きたいように書いてあいつぐさん全然拾うよ全然書いて全然書いて、うん、拾う拾うやめてよ盛り上げてこうよ 気に書いてよ。ゴキブリみたい。うん <laughs> 最初めうんありがとう相次ぐさん。 ハげるよハゲを背負ってるよ何本もいや今1本目飲んでて2本しか買ってない2本しか買ってない 俺髪の毛青くしてからちょっと聞いてすごい人生初めてインポになったんだけど髪の毛を青くしたからインポになったのか朝比奈と電話したからインポになったのかどっちか分かんないんだけどどっちだと思う髪の毛をブルーにしたせいか朝比奈ちゃんとねこの前コラボやったせいか分かんないんだけど俺インポになったんだよねどっちだと思うみんなどっちなんだろう 栄養が足りてないのかないや、インポになったのめちゃめちゃへこむんだけど、おてんでこちゃんはどつインポって勃起しないってことだね。インポって勃起しないってことだね。 俺も神ワークしたけどインポになんなかった。じゃあ朝比奈とコラボしたからか。朝比奈とコラボしたからか。なるほど。残念です。残念です。生で詐欺師を見る枠。やめてよ、もう詐欺師詐欺師の。疲れ溜まってんのかなおお疲れ、エルビン。ミウルさん、久々聞きました。ミウルって何 ん何の,話いいえ何の話してんのミュールって何だろうああそれは私の写真でも見て直すことだ後で見るわ疲れかな、うん、あああ勃起系女子だうん 好調だよよ花火散発嬉しいよオープニングの30分で花火3発なんか久々だよ本当に嬉しいよな捨てる亀あるや拾う髪あれなんだよなそうだよ前髪をしてんだようるせえよバカ野郎ハゲハゲになハゲんな,ないとわかんないんだよ 藤さんはインポででですバカにしないいください了解です頭頂部見せねえよやめてもうハゲはいいじゃんいやもういいじゃんハゲハゲになんないとわかんないお前らも30過ぎないとわかんないんだよお前らもファンタスティック昔はバンバン飛んでたけどね今月一発も飛んでないんじゃないの 厳しい俺、ね、マスワカワカ翼結構好きだけどねマスワカ翼エロくないなんかかわいいしマスワカ翼が整形なら俺全然ありなんだけどいやそう思わないぶっちゃけ。 36でふさふさなのまあいいまあいい生き方してるんだよ夜が強ければ私はそれでいいと思うああまあハゲ絶輪って言うからなハゲ絶輪って言うからなどうなんだろうねもうまあでもパートナーは欲しいよなさすがにハゲてもかっこいいはどうだぜって <laughs> いいえもうスキンヘッドでもいいもん別にまあでも最後ブルーにしたかったんだよね もうこれが最後の最後の画像だよ、うん、和道ファンのアジってやつが招き猫ファンタスティックバンバン飛んでた和道のファンのアジアジさんっていう人コメント書いてないと思うけどな松岡の実家すげえ家の庭に池があって釣りしてた埼玉あ金持ちなんだ松岡さん腕枕がいいあればいいかないやーなんか イチャイチャしたいねね好きな人と、ね、俺マスワカツバサ結構好きな顔だけどななんかかわいいと思うけどかわいくない普通にっていうかもう別に整形とか当たり前の時代だから、うん、別になんかまあやりすぎはちょっとなって思うけどまあいいんじゃないの二人にするぐらいで本人が楽しく生活できるんなら。 もうなんかもう若い頃は嫌だったよ正直ね正直言って若い頃は整形なんてすんなよみたいな考え方だったよでもさぶっちゃけた話さ整形してさ女の子が可愛くなったら得をするわけじゃんで男も別に可愛い彼女と付き合って整形でやりすぎは嫌だけど別に良くない整形ぐらいもう年取ったよな俺もな まあ、いよいよ時代だろうけど、別に珍しくないじゃん。やりすぎは嫌だよ。さすがに。でも、ちょっと目元二重にしたりとかさ、ヒアルロン酸打ったりとか、別になんかもう気にならなくなってきたよ。おっさんだよ、もう。なんでもいいよ。もう,うん。ねえ、うん。あいつが朝比奈に似てるそういや、朝比奈ちゃんに似てないと思うけどな。 うん、たまたま二重だけど一重なら整形してたかもおまあ別にいいんじゃない人生一回だしねえうんねえわーありがとう金魚姫からお茶漠50いただきましたわわ夏さんまで夏さんから夏さんと金魚姫からお茶箱いただきましたありがとうございますあれあれ出なくなった あれちょっと待って動画出なくなったんだけど何バグちょっと待って動画のあれが出ない酔っ払ってっかからあれなんで出ないのいんん出たあ,ありがとうございますなっさん金魚姫ありがとうお茶バカありがとうサンキューです4万くらいもっと高いんじゃないのわかんないけど いや、お茶漠50もありがたいでしょうがよ。なんでそうやってお茶漠100じゃねえのかよとか煽るんだよ、うん。いいじゃん。主婦だって恋するんだよ、配信者に。<laughs> いいじゃん、別に。なあなあ、金魚姫。俺のこと好きだっていいじゃんな。なあ。好きなんだもんな。しょうがないよな。子供いたって、子供いたって、旦那がいたって、 なないよな好きになっちゃったもんな。ねえなつさん,、うん。酒珍しいよ。いいんだよ堂々と。いやワド好きだけど何なの、うん、子供寝かしつけたんだよな。<laughs> 俺の放送を夜な夜な見るために子供寝かしつけたんだよな。いいじゃんな主婦だってな。 配信者に色目使うぐらいいいじゃん、うん、やることやってるからな <laughs>、うん、いやいいでしょ別にテレビ見ててかっこいいって言ってる感覚でしょテレビ見てて氷川きよし君ん素敵とかさジャニーズの子かっこいい恋してないの帰れ帰れ、うん、帰れ帰れ <laughs> 恋してないのかよ投げ銭しといて帰れ帰れ <laughs> 見損なったわナツさん、うん、いいじゃんね別にね配信者ね恋するの自由じゃんねそうだよね人を好きになるのに理由なんかいらないんだよ、うん、ねえ一緒に飲めて楽しいじゃんねそうだよお茶濁すんじゃねえよくだらないコメントでなあ連々別にいいと思うようん <laughs> <laughs> なつさん KB 知恵遅れみてえなコメント書いてるお前に知恵遅れがどうとか言われたくねえよバカ野郎。自分のコメント見てみろよバカ。おめえが知恵遅れだよ。よく言うわほんとに。こんなくだらねえようはコメント書いといてよ。こんなくだらねえコメント書いといて人のことこけおろすとかどんだけだよバカが。知恵遅れはおめえだよ。 エクスパンドいらっしゃいくだらないほんとに人生損してるほんとに俺は普通にありがとうあいつぐさん花火ありがとうあいつぐさんありがとうねくだらないほんとにひがみと妬みだな つまみはかきぴーだよ、梅梅じそこ、うん、んでゆこいありがとういや酔っ払いだもん、酒飲んでたも酔っ払いでしょ 酔っ払う酔っ払い日ぐらいあるだろうお疲れ様ですな十五さんな十五さんも今仕事終わり、うん、パンパンしといたうんありがとう。う いいじゃん別に俺が好きに枠開いてよ俺の枠なんだから何が悪いんだよ何が悪いんだよ酒飲みたい日だってあるしきつね枠やりたい日だってあるだろケチつけんじゃねえよ仕事っつっても単発であのお仕事もらってるだけだよあのいい人にね くいっぱぐれがないようにさ、支えてくれてんの。ありがたいよ。捨てる人もいれば、騙す人もいれば。こ支えてくれる人もいるんで。うん。うん。 2本目いきます2本目いきますおいーいいね30個ありがとう15号さんハートありがとうケピーありがとうございますケピーあ二2杯目はトリスハイボールうまいね飲みやすいトリスのハイボール飲みやすいあれ米火出ないねほんとだ今度米火がバグってる何だろう今日 本当だなんだろうなあれちょっと待ってなんだろう確かにコメントが出てないななんだろうなううううあ出た出た出たトリソンハイボール美味しいねこれうまいわちょっとテストって書いてみんなテストって書いてテスト あれツイキャスの方が出てないのあ,ありがとうマカロンありがとうあれツイキャス、ふわっちの方が出てない。あれなんでなんだろう。うテストって書いて、テストって。ハイボールうまいでしょ。レタッチするのああ写真やってんだ、相次ぐさん。俺、アルファセブンやってるよ。ああ、潜っていいよ、全然。 写真、写真俺もやってるよ。映画撮って、映画撮ろうって頑張、頑張ってるから。うん、絡もうぜ。何やってる人なんだろう。うわぁすげえマジかよ久々見たわ何ヶ月ぶりだろうマジか まん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 招き猫ありがとうございます二十四号さんから、二十四号さんから、招き猫いただきましたありがとうございますありがとうございますあ、モデルやってんだ。あ、そうなんだ。まずか、俺、カメ、キャメラマン。キャメラマン。ね写真、フォトセッションしよう。ね DM ちょうだい、DM。うん。DM ちょうだい いいんだよ、うるせえな、ぐつ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 よ。理屈っぽい。理屈っぽい。うわーありがとね、24号さん。招き猫だよ。うわ久々見たわ、招き猫とか。マジか。いいね。招き猫いいね。嘘だろ仕事上がりにこんなにいいのたった30分でこんなにお金いただいていいのありがとう、あー 無理すんなよ。無理すんなよ。はい、お前うるさいからブロック。はい、アラビア文字ブロックです。はい、ブロックです。いい加減にして、アラビア文字。うん、うざいわ、さすがに。さすがにうざい、うん。DM 了解。ありがとう。後で返すわ。 まね、うん、き猫あったんだね超嬉しいんだけど、うん、いいじゃん金魚姫は俺のこと好きなんだからいいじゃんいいじゃん,、ね、金魚姫いいじゃんねえ金魚姫いいじゃんねえ金魚姫ぶっちゃけ俺のこと好きでしょ大好きでしょいいじゃん何が悪いんだ誰にも迷惑かけてへんだ 今タイムセールで売ってんだ招き猫マぬネかネねえなんで金魚姫から好かれて何が悪いんだよ女に好かれて何が悪いんだよ女にモテないやつのひみだろ女に好かれるっつうことは生きてて男の勲章みたいなもんなんだからなあ悪いのかよなあ 女にモテねえひみだろ、うん、いいじゃん主婦でも奥様でもメンヘラでもババアでも何だって女なんだから女が魅力的な男性って言ってくれてんだから嬉しいだろいや当たり前じゃん全てのババアを俺は女性として見てるから当たり前じゃんそんな当たり前じゃん 女にモテてなんぼだよ男なんか女に尽くされてなんぼなんだからそうだろそう思わない女にモテなかったら生きてる意味なんかねえじゃん女にモテねえんだったら生きてる意味なんかねえよ女にツヤホヤされてさかっこいいって言われてさついてきたいって言われて支えられて男無料理に尽きるだろだろうん 何がブーメランなんだよ。何がブーメラン何もブーメランじゃないよ。何にもブーメランじゃないよ。どこ、何がどうブーメランなんだよ。いや、モテない童貞のひがみだろう、童貞の。うんあ。ありがとう、ありがとう。初見さんなのになんか、いいよ、相次ぐさん,、うん。レタッチ、レタッチ集中してくれて大丈夫だよ。アラビア文字しつこいよね。うん。 そうだよ男は女から生まれんだよいいこと言うねそう全部の生き物は女から生まれんだよ女には勝てないよ、うん、いい彼女が欲しいな不思議な彼女が欲しいねおお猫の目お疲れ 元気かいやー可愛いい彼女が欲しいな KP75KP そうだよ男は女にモテてなんぼだよ、うん、それ以外ないよ明日の写真決めらんないの、うん、決まんない日は決まんない日で置いとくのがいいんだよ ボイてなんかしてねえよ女をポイ捨てしたことなんか一回もないから女が離れてくだけモテないから女が離れてくのポイ捨てされるだけあいいね鈴木京香いいねかわいいねエロいよねわかるわ鈴木京香すげえエロい なんかいい酒飲めそうだな4号とは鈴木京香いいよねあ毎日投稿してんだライフワークならねじゃあ今日どれにしようかなって一番エロいやつ出せ一番エロいやつ、うん、なんで ADHD で金儲けしたら悪いのかよ、うん、悪いのかよ 俺はクズだからよ病気でも何でもネタにすんだよ女と別れた付き合ったも喧嘩したも何も全部ネタだから、うん、悪いのかよ病気も生活保護も俺の全部ネタだよなあみんなそうやってやってきた石田ゆり子いいね石田ゆり子いいねうん M さんとお付き合いしてないですよ僕が相手にされるわけないじゃん M さんに 相手にされないよ大丈夫だよ M さんのリスナーさん相手にされない、うん、大丈夫心配しなくていいよ、うん、<laughs> 木村太んあまあうんう村太んうんグッ、まあ、う来、まあ、うん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 う あれ、あれがいいな。千葉県のさ、あの、幸薄い綺麗な人いるじゃん。ふわっち言うとこのナシコみたいなやつ。お茶箱ありがとう。あ、みんな、コンティニーコインも欲しいね。熟女っつうかね、成熟した女性が好きなんだよね。甘えたいの。あの、リードされたいの。リードされたいの。いじくられたいのね。 <laughs> 何の話してんだろ大丈夫かなこれ大丈夫聞いてくれるコンビニコインありがとうなんかねこう導いてほしいのねうん、なんかこういたずらされたいの俺はわ <laughs> かるかななんかね若い女をいじくっても面白くねえんだよなんかそうじゃなくていじくられたいの俺 <laughs> 気持ち悪い話になってきたな <laughs> <laughs> なんかねいろいろされたいんだよね、うん、年取ってる方がさいろいろ知ってっからさ、うん、女に1円も出したことないつうか金持ってねえかんなもともとな俺、うん、まああれな子供なんだよ、うん、だからね子供いる人とか全然好きだよ俺な母性を感じるよね 熟女、うん、ってわけでもないけどなんかこうなんつーのうの、ん、んか1週2週回った女が好きななんだよねんかなんか,なんかさこれ言ったらあれかもしんないけど明らかに独身の明らかに独身の40代ぐらいのあの市役所のハローワークに行った時にさすげえくたびれた40代のメガネのおばちゃんとかに浴場したりすっかんで、ね。 いや、おばば好きだよばばは好きなんだよ。中田弓紀あんま、あんまかな。なんか40代とか30代後半とかすげえいいよ。50代もそうだし。うん。いやいや、もうこれマジね。なんか。て、だってね、若い女って男を知らないわけですよ。若い女って男を知らなくて、 それはイケメンがいいっっててううに決まってるじゃん違うん違だよイケメンとかダメな男とかいろんなものを経験した上で「ワドかわいい」とか「ワドセクシー」って言ってくれるのってすごい評価が高いわけじゃん。わかるもうさ結婚もしたし子供もも産んだし恋愛も人通りやったけれどもそれでも男として魅力があるって言ってくれてるのってすごい嬉しくない 若い女なんかさ金持っててイケメンなやつと付き合いたいんだからで一周回っていや本当に男として母性くすぐられるって言われたいんだようんかるうん母親と似たタイプではないね、うん、全然違うあ,ありがとう十八号さんでも彼女できないんだよね全然連絡来ないよ和道さんって うん、ああダメ男しか捕まえたことない俺以上にダメな男いないよ、うん、夢追っかけてばっかりだからもう34年間ずっと夢追っかけていまだにこんな生活してるからねクソみてえな野郎だからうん相次ぐさんもしよかったら俺の写真さ Twitter に上がってるからさあの被写体やってる人からしよ評価してよ俺カメラ始めた半年ぐらいなんだけど本気でやってるから相次ぐさん俺の Twitter チェックしてね うんあ男なんてダメだよまともなふりしてるやつの方が俺はヘドが出るみんなダメ男だよあというかハイウォールうめえなこれトリススペシャル限定エディションなんだろうこれえって7パーもあんのこれ危な七7パーもあんのちょっと待ってビールって何パー6パー 酔うわ、これ。こんな飲みやすくて7%、5%でしょ怖いねー。7%だって。通りで酔うわけだわ。え、何教えるのなんでも。ダメを勝ってる。ああ、俺が認めたダメ男だから。あいつは、石野康介って男は、本当に才能がある。本当にいい目をしてる。本当に、あの、34年間生きてきて、俺に嘘をつかなかった奴は一人もいなかったよ。石野康介以外。 そうどんなにみすぼらしくてもどんなにかっこ悪くても俺に嘘をつかなかったやつだよ俺は石野浩介はどんなに叩かれようとどんなにクズだって言われようと俺はあいつは信用できるねはっきり言ったよ俺は石野浩介は本当にすげえやつだと思ってるよどんなにかっこ悪くても正直で居続けたから俺は信用に値する男だと思ってるね本当に、うん、俺は多分死ぬまで忘れないだろうね石野浩介っていう男を うん、インスタグラムの方ありがたい方あそうなんだマジかインスタ後でチェックするわあいつくさんよろしくねなんか仲良くしようよハイボール口当たりいいな、ねうん、私には嘘をつくんだ好きだからじゃないの、うん、いや別に谷さんにコビ打ったってなんもねえよ石野の女なんだから、うん、石野康介本名だよ 本名石野光介本名だよ、うん、みんな無,無課金の人あのコンティニューコインくださいコンティニューコインちょっと投げて延長代すげえお金かかるからお前育児放棄とかやめろよお前お母さんがどれだけ大変な思いしてると思ってんのお前らねそういうクズみたいなコメントやめた方がいいよ お前らさ、親がいいって当たり前だと思ってんだよ彼女がいねえからわかんねえんだよニートでさ親のすねかじってるから主婦がどんだけ大変かご飯作って洗濯して部屋を掃除して、まあ、家計簿つけてる人もいたなあで子供育てて子供育てるとお前世の中で一番尊いことやってんだよ育児放棄とかねえだろいくらなんでも お前主婦に対するリスペクトねえのかよ子育てすんのどんだけ大変か主婦怒っていいぞマジでこんな育児放棄とかいや母親は一番大事なことやってんだよありがとう85号さんパッェありがとうなあお前お母ちゃんたち怒っていいぞこれはいくらなんでも母ちゃんたち怒っていいぞマジでお前さ命をつなぐこと命を紡いでいくこと お前子だからって言う,だろうなあお前命を育てること育むこと以外に大切なことあんのかよな毎日死に物狂いでやってんだよたまにはいいだろうな旦那なんてもう見飽きたんだからそれ最初は好きだったけどさお前5年も10年も同じ顔見てたらそれは面白くもなんともねえんだからお前テレビ見たり配信者見たりよちょっと色目使ったっていいだろうがよ別によ。 そんな一時30分だか1時間だかだろ息抜きるぐらいさせてやれよお前ホストクラブ行くわけでもねえんだぞさすがにホスト行ってよ300万とかで家庭崩壊したら言ってもいいよそんなの自分の小遣いの範疇でよ「新ちょかっこいい」とかさ「金売さん面白い」とか「よっさんはクズだな」とか「どれさんはめんどくさいけどなんか勉強になるな」とか はどうはわけわかんないけど可愛い,いなあとかいいじゃねえかよ別に普段頑張って毎日ストレスの吐き場もねえんだぞお前なあどこに家にさ家にいないといけないんだから家を守ってんだから子供育ててんだからやることやってんだから自由な時間ぐらい人間だからあって当たり前だと思わねえか 何がお前子供も育ててねえしさ子供もさいないんだろだから分かんねえんだよだから育児放棄とかくだらねえこと言えんだよバカがあ俺子供子供子供とかまあいいや俺の話は置いとこう俺の話はいいやうう <laughs> いいじゃんシングだってなんだってだろねえ子供育てるって大変なことだよ 洗い物も洗濯も家事も何も大変だよ。いろんな人がいるんだよ。いいんだよ。いいんだよ。いいんだよ、俺は。いいの。そういうやつも世の中に一人ぐらいいた方がいいんだっつの。うん、いいの。いいの。いろんな生き方があんの。俺のことは棚にあげよ。俺のことは棚にあげよ。 そうだよ洗濯物畳みながらね、俺の放送を見てくれてんだよ。いいじゃねえかよ。何が悪いんだよ。俺はクズだよ。俺はクズだよ。何が悪いんだよ。あ俺は悪い男だよ。俺は悪い男だよ。ババア騙して生きてんだから。<laughs> 俺は悪い男だよ、うん。30過ぎたババア騙して生きてんだから。何が悪いんだよ、バカ野郎。何が悪いんだよ。税源みたいな生き方してんだから。 女売り飛ばして生きてんだからうるせえよバカ野郎ほっとけよなあ <laughs> なあ旦那が一生懸命働いて奥さんが課金して生活してんだからいや俺はクズだよただただね俺はクズだよゴミだよカスだよ俺は認める認める認める俺はゴミだしクズだしカスだよ ただ、こいつらみたいに自分のことをね、手のひらを隠して、手に握ってるものを隠して発言しないから。俺はクズだよ。何が悪いんだよ。俺はゴミクズだよ。34にもなって、ね、保険証も持ってない。年金にもね、加盟できてない。ね、働いてすらいないんだよ。 な毎日毎日パソコンの前に座って誰だか会ったこともないような匿名の便所の落書きに対してああだこうだ言ってるだけだよ。クズですよ。ゴミクズですよ。何が悪いんだバカ野郎。何が悪いんだよお前。何が悪いんだよ。少なくとも俺は主婦の生きがいになってんだよ。おばちゃんたちの生きがいになってんだよ。何が悪いんだこの野郎。何が悪いんだよ。 何が悪いんだよゴミでもクズでも生きてくんだよ俺にはそれしかできないんだから分かったか黙って聞けそ、うんなじじいモテない童貞のじじいどものたわごとなんか知りやしねえよ女にモテねえで女を知らないで生きてくんだろう悔しくて悔しくてしょうがないのかこの野郎、うん、子供いるね奥さんいて子供いる女か女女、ね、女性だよ それをメロメロにするんだからそうそう俺はクズでゴミでカスだから全然構わねえから全然構わねえ自分をまともだと思ったこと一回もねえよバーガー自分をまともだと思ったことなんか一回もないよ、うん、だろ潔癖症なんかそんなクソ面白くもねえようなさな、まあそんな生き方なんかできねえよバーガー おばちゃんんの生き甲斐になって何が悪いんだよまあ俺が救いなのはババア好きなことだからねうんいいじゃんちょっとおっぱいが垂れてるぐらいがいいんだってちょっとなんかシワが入ってる方がセクシーなんだってわかるちょっとシワをシミとかシワを気にしてる方が可愛いいんだって俺からするとうん あのババアの方がああもうじゃあ童貞たちに教えるよあのババアの方がウブだから27までの女はもう性欲の塊なのもういい男と結婚して子供を産みたくてしょうがないから性欲の塊なの違うぞお前もう30あの27過ぎて女のピーク俺は女のピークは30 27がまだ早すぎるぐらいだと思ってんの 俺のストライクゾーンは27から36が女の黄金期だっつってんのここがベストね27から36でそっから先は売れてるのわかるお前らさ青いバナナ食ってんだろ自分に自信がねえから女にモテねえから成熟した女にモテねえから中学生とか高校生だったら自分の言いなりになると思ってんだよわかる <laughs> こいつはまだ染まってないからって洗脳しようとしてんの自分に自信がないから違うよ本当に魅力があったら成熟した売れたね成熟した女性を口説くことができるんだよ勝手にモテることができるんだよ俺はね黒い斑点がついたバナナを美味しく食べてるだけわかるわかるわかんないだろうな童貞だからな40になって50になって魔法使いやってんだろ なあそう思わないみんな青いバナナうまいうまいって食ってんだから食ってろよ本当に食えもしねえんだが妄想だろ、うん、バカだなババアの匂いお前いいぞ臭いババアとかお前本当に分かってないね本当のババアはおじいちゃんの匂いするからね <laughs> <laughs> お前ら知らないだろ 本当のババアは臭いなんてもんじゃないよおじいちゃんの匂いがするからねあ子供小学生の頃おじいちゃんの匂いだって知らないだろそういうことも知らないで語るんじゃねえよおじいちゃんの匂いがするんだよ <laughs> いいだろうおじいちゃんとの思い出とかを懐かしみながら セックスをするんだ未知だろだ知りもしないで語るんだよ臭いとか、うん、カレー臭するから <laughs> いや俺は好きだよなんかいいよ、うん、あババアもババアも恋するんだ黒い斑点で、うん、分かってないよもうあとこれマジで覚えとけよ男ども2020年 2020年、来年来る日本に起こる現象な。これ事実だからな。俺の妄想じゃないからな。メモ。はい。メモ取れよ。心のメモ帳開け。心のメモ帳。あ,ありがとう。ナッツさんからお茶パック100いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。俺はサイコパス。ミスターサイコパスだから。あのね、これマジで覚えておけよ。2020年から日本にいる女性ね。 日本にいる女性の半分は50歳以上になるんだよ。これが日本の現実だから。ババアババアって言ってたら、お前ら、もう、日本にいる、ね。日本に、来年、日本にいる、半分の女性が50歳以上。平型 B、平景だから平景。わかるだから、ババアが好きな俺からすると天国なのよ。わかる 半分だよ。これマジでネタだと思ってるぞ北斗の剣みたいな。若い女だぜ、やっはーっていう時代が来てるんだよ、もうすでに。マジだから。お前ら覚悟しとけよ。本当に日本終わってるから。なんからババアが好きなの俺からすると天国なんだよ。うん。日本の半分はババアになるわから。平景ババアたちの。平景はいいぞ。うん。い若い娘なんかやるよ。うん。若い娘なんかお前らにやるよ。 そんな、売れて、売れてないバナナ。青いバナナはてめえらにやるよ。売れてるやつは俺んところ来い。うん、う売れてて、売れてるやつは俺んところ来い。全部食ってやるよ、バカ野郎。うん、でもね、お前らわかってないな。あのね、ババアたちって意外とね、セックスね、満たされてないんだよ。ババアはエロいぞ。ババアはエロいぞ、はっきり言って。ババアはエロい。 ババアエロいし何がいいかっつうとババアを満足させた時乙女に変わるからうん。<laughs> 売れたババアが売れたババアほどピュアなものないから俺はねそれがいいのなんか若い女なんで何にも知らないわけじゃん何にも知らない女にさちょっかい出しても面白くないわけもうなんかなんかもうセックスを諦めてるババアとかが好きなの もうセックスに幻想を抱いてなくて諦めてるババアをいじくって女の顔させんのがもう大好きなの俺はだから本当に満足できないババアは俺のところ来い俺が俺が満たしてやるよ本当にうるせえよそうそうそうねっとりねねっとりですよそうそうそううん青って言わないで ああ、酒もあともうちょいだな。あと30分延長しますかどうすかもう、もう30分いっとくもう30分いっとくうん。ああ、いいじゃん。若い頃綺麗だったんだろうなって。若い頃モテたんだろうなって。いろいろあったんだろうなって。うん。いろいろ辛い恋とかしてきたり、幸せだったりしたんだろうなって。 でもこの人満たされてないんだなって、うん、俺が満たさないとなって、うんうん、言っとくけど俺今繁木だからね、うん、あの業務連絡だけど俺言っとくけど繁木で今しゃべってるからお前らとはレベルが違うから、うん 一人で、一人、文章が二匹いて、ね、ドクロがある部屋の中で、一人で俺、パソコンに昔喋ってて、ハンボッキーになってるんだよ。すごくないそれが俺の魅力だよ。お前ら、お前ら若い女と男どもには分かんない。俺の、俺はハンボッキーだよ。一人でセルフで <laughs>、一人で勃起してるんだから。ハンボッキーだからね。フルボッキーになったらさすがにもうアウトだから。そこは、 インポ直ってきた <laughs>。よく覚えてるね、あいつぐね、うん。さ、さすがだね。俺の振りちゃんと答えてくれたね。オープニングトークの振りが聞いたね、今ね。すごいよ、素晴らしいよ。君はレギュラーだね。もうフォローして今すぐ。うん。いや、喋りながら興奮できないってことは女興奮できないから。そうだろセルフで自分が喋ってて自分が勃起するぐらいのイマ,イマジネーションを持って、 あのウォルト・ディズニーが言ってたよ。世の中で最も大切なことは何だろうって、イマジネーションだって言ってたからね。うん、俺は今、ウォルト・ディズニーと同じ域にいるわけだから、ね、イマジネーション大事にしてるから、それはもう自分で、ババアの話では自分で勃起しますよ。ただ、フル勃起はしないよ。あくまで仕事だから、これは。あくまでお金を稼ぐ場所だから、フル勃起したらさすがに失礼でしょ、うん。そこはやっぱり半分だよね。 半分とどめておくっていうかさ半分は本気だし半分はネタだしっていうマザコンなんだろうなマザコンなんだろうな母性要はね愛をこう人なんだよ俺は愛をこう人本当の愛を探してるの本当に俺のこと満たしてくれる本当に命がけで俺のこと愛してくれる女性を探してるの毎回 まだまだ手に入れてないねまだ手に入れてないね、うん、バカだよバカだよバカお前俺のこと天才だと思ってたのバカ俺バカだよバカ <laughs> 上お前さ上はいくつまでいけるのってバカじゃないの本当お前俺が3日前何したか覚えてるかお前半額シールが貼ってある刺身 要はその日売れ残った刺身で半額になって次の日の夜食べたんだよ俺は何歳まででもいけるってことだよお前もうはっきり言ってマグロがカツオの味したんだよ、ま、マグロの中トロ食べたら半額シール貼ってあって次の日の夜食べたらお前マグロ食ったらお前中トロがお前カツオみたいな鉄分の味したんだよお腹下ってるんだよそれでも食べるよ俺はバカ野郎何歳でもいくよお前 むしろどんどん行ってやろうと思ってるよ。かかってこいよ、お前。60でも70でもてめえ、この野郎。本気か、本気じゃないと抱かないよ。お本気だったらかかってこいよ。キキキリンでもよ。なあ、なんでも、かかってこいよ、この野郎。なあ、俺はいいよ。キキキリンに抱いてって言われたら抱かれるよ、俺。小野洋子に抱いてって言われたら抱かれるよ俺、俺、うん。草間弥生に抱いてって言われたら抱くよ、俺。俺はそういう男だよ。かかってこいよ。 80でも90でも何でも来いよバカ野郎俺33三今。うん、あでも草間弥生と小野洋子とキキキリンの話では勃起が収まったわさっ <laughs> <laughs> とね、うん、冷静な自分、うん、すごいクールな自分がいるんでなんでなんだろうね <laughs>、うん、草間弥生ってすごいパワーワードだよ なんだろう勃起が収まったわ、うん、勃起したらアートじゃないっていう話だよねアーティストのね今並べたのね勃起したらアートじゃないから、うん、<laughs> そうアーティストをやっぱりセックスの対象にしたらダメだよね、うんうんえー、みんな飲んでる酒飲んでるみんな飲んでよみんな酒飲んでよ 今日はうんあでも最近あのー、すげえかわいい子増えたな配信者あのねじゃあ俺が俺があのいいなって思う女ランキング言っていいのふわっちふわっち配信者いいよ俺があのグッとくる女ランキングトップ5いく?「カウントダウン TV」のノリで「カウントダウン」つって <laughs> カウントダウンする カウウンントダおおい人間お疲れ田。田中ああ田中かまあ中はエロいな田中はエロいな,田中はエロいなあの何だっけニコ生出身で最近すげえかわいい子いるでしょくくぬだっけな誰か知んないニコ生出身ですげえかわいい子いるんだよ誰だっけなクな何だっけなんか2文字のひらかなのやつ ふみたん微妙俺ふみたんないな何だっけ2文字のすげえかわいい女の子ニコ生から来たやつ来る来る来るはトップ5に入ってるねいや来るはやばいよ来るいいよね来る来てるよね来るは来てるよねあーやっぱお前らチェックしてるんだ来るはあのー、おタク受けする来るはかわいい 来るはエロいなんかうん分かってるなやっぱり、うん可いいよねくる可愛いいよねうん石原さとみにかなそうかな俺アナウンサーのあれに似てると思うんだよねアナウンサーのあと誰だろうエロいみーちゃんは殴られるも結構エロくない みーちゃんは殴られるを結構エロくないわかるこれあドラミちゃんはねエロいじゃない綺麗ドラミちゃんはね俺は正直勃起できないあれは別あの北川景子とかと同じジャンルだと思ってんの要は綺麗だな写真とかも可愛いだろうなでもセックスしたい感じじゃないの要はねあのアート寄りなんだよねドラミちゃんは確かにかわいい美人だけど 浴場するかっつったらしないよ、うん、あと誰だろうなああ可いいなあって思うのいたば <laughs> おい誰だいたばばって書いたやつおい出てこいよお前おい誰だお前いたばばって書いたやつおい警告1だかんなお誰だいたばばって書いたやつよおい <laughs> あダメだよ、ダメだよ、板ババー。シャレにならないよ。うん、いやタババーはね、いい人なんだよ。俺、バッグすげえ愛用してるよ。めちゃめちゃ使う。これ、板ババアがくれたんだよ。板ババアが、うん。板ババアがくれたんだ板ババー好きだよ、俺。板ババアが抱いてっつったら俺抱くよ。本気で。 <laughs> 清水の舞台から飛び降りるつもりで本気でもう野獣のような戦争のようなセックスをしようと思ってるよ <laughs> 板場バは俺好きだよでもあの今ネタにはしたけど冗談で言ったけどナシコはねナシコはねあのね幸が薄いけど本当の美人だと思う本当の美人ナシコだよただね何なんだろうね茶色が似合う わかるこれなし子はねエロいとかじゃないの美人なの本当の正統派美人なのただねベージュが似合うんだよベージュとか茶色が似合うのピンクとか黒とか赤とかいわかるこれなしコって何なんだろうななし子本当の美人ただなんかね貧乏とか不幸を背負ってそうな雰囲気がすごいの茶色とかベージュの似合い方が半端じゃないんだよね わかるでしょこれだからねナシコはね性的にはグッとこないんだよねうん誰だろうお前らがイチオシの配信者誰女配信者イチオシこいつは目つけとくよみたいなさ中薄いよねナシコねただもう顔は抜群に整ってるんだけどエロくないんだよなんかねエロをエロっていう要素をごっそり抜いて美形を作ったらナシコになるよね 誰なんかこいつかわいくねっていうのじゃあ俺ねもう正直言うとねあのねはっきり言っていいよ俺ね水木ちゃんめちゃめちゃ美人だと思ってたの俺もうはっきり言って水木は水木は俺の女だぐらいに思ってたんだけどペニーの女だっていうのでなえたんだよねわかるこれもうね風評被害だよほんとに 水木はなんかエロいしかわいいしなんか俺の中で100点の女だわかるこれもうペニーの女だっていうのでもうすげえ劇苗したんだよねいやもうねペニーはねとんでもないことやってくれたよ本当にペニーの罪はいやもうないよ本当にうーんいや水木ちゃん俺かわいいと思うよすげえタイプだったしすげえかわいかったのにもうない ユッキーナっていうやつがいいんだ雪だるまちゃんいやもうないよ本当に投げぽよはマジでブサイクわかんねえなえじゃあ逆に女性に聞きたいんだけど本当にかっこいいと思う配信者男言おうよ逆に男の配信者でいやこれはぶっちゃけパコリたいみたいなもう,もうここだけの話ね 特命枠だからぶっちゃけた話こいつとは一回なんかこいつエロいとかこいつ男として惹かれるみたいなやつ誰よふわっち配信者の中で男逆に女はもういいから男あ金閣寺ねあつまんねえ男だな悪魔のキューピーちょっと面白いねはいどうもみなさんこんにちは悪魔のキューピーです 八丁 <coughs> <coughs> か <coughs> やびくんはないわサプリはかっこいいサプリはわかるサプリはわかるサプリかわいいサプリはマジでかわいいああ金馬さんなんだいいけどうなちゃんまあ、金閣寺持てるんだうーんああまあくん赤らーく <laughs> あからくはない サプリはえぐいよね。いや、キューピーさんめちゃめちゃ支援してくれたよ。キューピーさんめちゃめちゃ支援してくれたよ。いや、昔絡みあったんだよね。あい,い、悪魔のキューピーでーす、ストマッチ。あー、俺なんだ。ありがとう、ニンニサプリかわいいよね。俺、サプリになら女だったら抱かれ、抱かれてもいいうか、ちょっかい出したくなるのわかる。サプリは、 わかるかわいいよないたずらしたくなるよな、うん、近藤組将のやっる時、うん、よっさんのアナルに入れたいんだサプリはすごいよだってゲイビ,ビデオとか出てるんだよなサプリってほんと気違い配信者なんだよね金閣寺はもうずーっとリスナーニコ生の頃からもうずーっとリスナーうざいんだよあいつなんか俺と同い年だっけな金閣寺 なんか俺に嫉妬してるぜ。卵味噌とか、あの辺と一緒。なんかやたら、なんか過疎にライバル視されんじゃん,、うん。熟女好き。うん。いやー、熟女好きではないけどね、別に。いやー、ゲイビデオ出てる知らないでしょ。アメリカ人とかめちゃめちゃ知ってるよ。サプリの過去。あ、便所さんはわかる。 弁所さんはすげえわかるうん何の仕事してんのうるせえよどかただようるせえよどかただよどかたあーカオスはあーいいとこつくなーカオスはいいねあの傷つく恋をすることになるけどねカオスを好きになるっていうのはヒリヒリするよねスナフキン好きでしょナッツさん スナフキンだよあれ。リアルスナフキンだよ。俺はね、カオスのことスナフキンだと思ってんの。うん、オカリナ吹いてんだよあいつ。かっこいいよな。ずるいよな。カオスな。何やっても絵になるんだよ。あーばなれないよね。うん、ああいってらっしゃい。あいつぐさんありがとうね。フォローしてよ。また来てね。ドカタだよどかタ。うん。うんうん いやあれはスナフキンでしょ、うん。あれはかっこいいよ。カウボーイビバップだよ。カウボーイビバップ。なんだっけカウボーイビバップの主人公、なんつったっけカウボーイビバップの主人公。なんつったっけ誰かわかんない。カウボーイビバップ見てない。カウボーイビバップ。いやカオスかっこいいよ。俺は理想像だもん。あんなの。あんなのかっこいいよね。喋り方もかっこいいじゃん。 ちょっと、ろれつ回ってない感じも、ブリってる感じも。なんかね、ああいう男に生まれたかったなっていうコンプレックスがあるんだよ、俺は正直。うん、まあね、なんか、慣れても便所太郎みたいな、クソみたいなのだろう、当俺、俺が40歳になっても便所太郎みたいな小汚いのになるんだよ。カオスみたいにはなれないんだよ。本当にかっこいい男はカオスなんだけど。 便所太郎みたいな小汚えさなんか金儲けに汚い好感度上げまくってるなんかずんぐりむっくりのさタトゥーだらけのおじさんじゃんカメラ好きのどうせ便所太郎みたいなんだろう俺も本んにかっこいいのはカオスだよキューチャボクシなんだアメーン <laughs> いや便所太郎なんかどうしようもないでしょあんなのなんかさ綺麗事ばっかり言って好感度ばっかりやるさファンガチガチに洗脳してさ汚ねえよなあいつなやり方な 金儲けばっかりだよ。スパイクだ。スパイクだ。ありがとう。スパイクだよ。そう、スパイクだよ。クソカスカオスはスパイクだよ。カーボーイビューバップの。わかる実写版で、実写版でスパイクやるんだったらカオスでしょ。これわかるでしょ。スパイクでみんな検索して。カーボーイビューバップ見た方がいいよ。めちゃめちゃいいよ。うん、めちゃめちゃいい。うん、潜ってみてんだ。 ミチルさんっていう人かっこいいんだ。はあ、いいな。っていうかさお前らさあのこれも業務連絡なんだけど俺の名前書く流れじゃん。いやこの振りはいやマジで。いや和道だよって任にだけだからマジでそういうところだから。 そういうのが俺の心を傷つけていくわけ。ねわかるふわっちの中で、これ自枠なのよ。俺の枠だから。で、もう本当に人にしか、あの、いや、和道さんでしょ、みたいな。いや和道、和そうやって、ねそうやって枠を盛り上げていくのよ。普通は。嘘、嘘でも嘘でも <laughs> わかる嘘でも人にだけだからほんとキチガいの沼しか書いてないからそういうところがお前らの悪いところだからこんだけカオスだとか弁所太郎だとか悪魔のキューピーさんだとかなんだかんだって引っ張ったけどお前らの悪いところえそう俺ねな何俺のどこがいいんだよ本当にああありがとういや金閣寺とかほんとどうでもいいしうん 金閣寺とかほんとどうでもいいし、自演コメント、うん。え、ニンニ自爆で俺のディス配信ばっかりしてんのマジで言ってんのえ、マジで言ってんのニンニえ、ニンニって俺のことディスってんのマジで言ってんのはえ、マジで言ってんのえ、どんなディスしてんのいや、俺ニンニの放送チラッとしか見てないから全然わかんないんだけど。 いやありえないでしょほ、うんにお世辞とか建て前とか大事だからよ、ね、お世辞とか建て前とか大事だからうんうんマジかよいやだから囲いはアンチなんだよいや囲いはアンチなんだよアンチは囲いなんだよいやそういうことでしょ任に説教だね本当に 配信外で3時間説教するわどれの深夜食堂ばりにあのプライベートの時間潰すわほんといや俺ねどれの深夜食堂をマジで今までに何時間会話したか聞きたい俺どれさんと出会ってから多分300時間はどれさんに時間潰されてるよマジでプライベートだよあの人配信外で電話かけてくるんだけど1回2時間とかなの マジでドルさんに300時間は吸い尽くされてるからね「おいワド配信外か」「いや配信してないよ」お「おお元気か」から始まって「もうイルミナティがどうだ」とか「なんか俺は神の域に達してる」とか「なんか金梅を金梅さんがいかに面白い」とか。 よっさんは師匠だとかなんかもう訳の分かんないもうなんか病気なのあの人俺もうずっとほんとお前らさあお前らどれの深夜食堂から毎日毎日電話かかってきて2時間時間潰されてみろよマジでおほんとねいやマジでほんとにあいつは囲いだとか花火師が実は女だったとかどうでもいい話をひたすら聞かれ 嘘だと思ってるだろ。う。本当に。本当だかんね、これ。マジで。いや、本当だかんね、本当病気治ってないから。どれの深夜食堂は。マジで。おい、お疲れ、ここな。マジで。どれさんを隔離病棟に送って、本当に。俺のプライベート、毎日毎日2時間なくなっていくんだよ。ワド頑張ろうな。 来年も生き残ろううなっていう話で終わるの大体エンディングトークがそれなのね。来年の正月はなんとか生き残ったな。なんとか俺らもやってこれたな。来年も頑張ろうな。っていう話をずっと聞かされるの。エンディングトークがそれなの。もう辛いもう <laughs>。辛いマジで。本当に。本気で。 いやマジでねほんとねどれの深夜食堂からプライベートでかかってくる電話の怖さをお前らは知らないんだよ本当に。うん。俺がいかに頭いいか俺がいかに格闘技が強いかそして俺がいかに年を取っていてその年を取ってるのにいかに女にモテるかそして金ンバエさんがどれだけ好きかよっさんがどれだけ好きかエセやかにどれだけ頑張ってもらいたいか。 吾の最近面白いところに気が付いた話とか <laughs> 雑談たぬきでやってくれ雑談たぬきじゃない俺の電話は俺の人生の2時間俺の起きてる間のね2時間貴重な貴重な毎日の2時間がどれの雑談たぬき食堂によってずっと「うんあそうなんだへえー、すごい」っていうのをずっと言ってるんだよもう でしかもねどれの深夜食堂本当に腹立つのがピンポーンってなるとねあごめんちょっと用事がっつって電話を切るんだけどなんかねデリバリバ頼んでるのあいつ <laughs> あいつデリバリーデリバリーわかんないよデリバリーの女なのかデリバリーのピザなのかデリバリーの飯なのか女なのかわかんないけどピンポンが必ず鳴ると突然切るの あ、ごめん、ちょっと、なんか、用事だわ、みたいな。腹立たないなんか。腹立つでしょ。<laughs> デリバリー最優先ですよ。デリバリー待ち、待合室みたいになってるんですよ。ピザなのか、ね、飯なのかはわからないよ。何のデリバリーかわからないけど、デリバリーの2時間を俺で潰されるんだよ。もう、ドレさんのリスナーは俺に花火投げて、本当に。 謝罪のいやうちのいやわ、まあの私どもドレディスだ本当に多大なるご迷惑をおかけして本当に申し訳ございませんでしたって1ヶ月に1回1個ぐらいドレドレディスから俺花火もらってもいいぐらいだよ本当にマジでいやもう本当にねちょっとドレさんに説教かまそうドレさんにうんドレさんはゲイ ふざけんなよ本当に、まあ、面白いんだけどねうん優しいよドレさんドレさんの優しいところはいつも言うのが「和どうね」って「お前苦しいよな」って「ニコ生あんだけ人気があってさ」ってだから水道代とか電気代とか払えなく本当に払えなくなったら声かけろよって言ってくれんの優しいんだよあの人心配なの <laughs> なんかね愛情,愛情表現が下手すぎて 下手すぎて話が長くなってるんだけどいつも言うワード食えなくなったらご飯ぐらいおごるしってあのワード花火上がってねえけど頑張ろうなって電気代とか水道代とか払えなかったら言ってよってあの俺もう払えない時払えないって言うけど俺がもし花火上がってたら俺が代わりに流行ってあげるからなってうん優しいよ、うん、いやあいうねめんどくさい親父いないよ 面倒、うん、くさい親父いいじゃんなんか親戚に一人いただろうなんか正月に集まるとさ10人とか集まったり10人20人集まって親戚が集まってくるとさ「説教くせ独身の独身のおじさんいなかった」「いただろう」「んか3年に1回2年に1回集まって実家がごった返してる時になんかおいなんかおいっ子説教くさいおじさんいただろう」「あれだよどれ」って。 どれの深夜食堂ってあれなのお前最近頑張ってんのか最近どうなんだ勉強は何が得意なんだっていたでしょあれなんだよ俺にとっての、ね、俺あれ嫌いじゃないから <laughs> あのめんどくさいおじさんなんだよ親戚のうんそういやど残念ながらどれさんも小じきだからあれだよ俺にとっての俺にとってなんか懐かしいのなんかあーめんどくさい昭和の親父だなっていう 説教してくれる人ってなかなかいないよ今説教してくれる人いないもう人間関係がさ薄く薄くなってきてそうそうそう必要なんだよめんどくさいけどうんそうそう俺は好きだよドルさんめんどくせえけど好きだようんお年玉2000円しかくれないんだけどねあの人は お年玉は2,000円しか食えないおじさんねあの5,000円とか1万円とかくれるおじさんじゃないなんかやたらこお年玉少ねえなこのおじさんっていう <laughs> お年玉やったら少ないおじさんだようんはいということで皆さんありがとうございましたおやすみなさいまた明日お疲れ様です